近鉄900系電車は近畿日本鉄道が保有した一般車両の一系列9521986年9月山和最大時駅1961年に製造された奈良線最初の大型車両である6800系ラビットカーで採用された片側両開き四4扉2個一組の大きなサッシュレス加工窓の車体を踏襲しつつもこの車両から 最大幅 2800mm の裾を絞った車体を採用し、全室運転室、電気連結器なども本格的に採用して、8000系をはじめ、後の近鉄車両のひな形となった車両である。なお、大型構成の車ながら900系と3桁の形式になったのは、当時7000など600ボルト線で使用する車両は3桁の形式にする取り決め事があったためである。 増備車空958当初は MCTCMC MC の3両編成だったが、1963年に4両編成化のため TC が6両増備され、全車 MCTC の2両編成になった。このため、南波、京都よりからも900偶数車0 9 5 0と、同じく南波、京都よりから空950も900奇数車と MC 車の番号末尾で向きが異なった。 車体構造は先に登場した大阪線1470系や名古屋線1600系に準じているが、車体幅は特任により 2800mm に拡大され、近鉄の一般車で初の裾絞り車体となった。また、床面上の腰板高さを 850mm、窓かまち高さを 900mm とされ、後に増備される8000系や、 以後のラインデリア装備のロングシート一般車における標準となった。主電動機は保証巻線付けの日立製作所 1S-833 回 RB 及び、三菱電機メガバイト -3064AC-1 を搭載、制御装置は、バーニア抵抗制御による超多段式の日立製作所 VMC HTB-20A-2 を使用した。歯車比は、 8800K まで、奈良線系通勤者の標準となる5.31とした。台車は、初期車では台車を揺れ枕釣りを線路方向に、スイングする単リンク式の KD-36K を、増備車の9 9 5 7 9 6には、枕木方向にスイングする超リンク式を用いた、KD-51A3 をそれぞれ使用している。制動方式は、 当時の近鉄通勤者の標準に従い、電線乗用の HSC、D 電磁直通ブレーキであるが、乗用自動部が省略、4されている。900系は1961年9月21日より、運転が開始され、主に上本町氷炭三間の普通列車に、充当された。1964年の新井駒トンネル開通後は、8000系とともに、 神本町奈良間の特急運用にも充当されるようになった。1969年9月の昭圧後は京都線の運用も増加し、柏原線や天理線にも運用範囲が拡大した。1988年以降は冷房化と車体更新が完了した911階を初陣として800系、820系、8000系に変わって、 イコマ線での使用が開始されたが、1990年代中頃には、先に廃車となった8000系初期車の台車と取り替え、後、再び、奈良線でも使用されるようになった。900系復元塗装1969年に実施された河川電圧 1500V 小圧に際し、MC 車に搭載していたコンプレッサー、電動発電機を TC 車に移設し、 MC 社の終電装置は2機から1機に変更された。その際、8000系に編入する計画もあったが、実現せずそのままの系列で残った、6、1988年から1989年にかけて、車体更新と冷房化が行われた。内容は、CU-19 系冷房装置を1両あたり4台搭載するとともに、電動発電機を HG-77436 型に変更して PC に移設し、パンタグラフを下枠交差型に取り替え、車体内外装材の張り替え、方向膜の取り付けなどである。以後も長期にわたり運用された。2001年に奈良専用型車両登場40周年を記念し、902階と904階が、ベージュに青帯の登場時の塗装に復元された。当時の近鉄において、 過去に復元塗装をなされた車両は、6800系6851号車と、生駒工作船の小一型と統計列のみであり、2001年9月の登場40周年イベント、そして2002年3月のさよなら運転を兼ねたミステリー列車の運転を、この復元塗装車で模様された。老朽化の進行などに伴い、2001年から2002年8月にかけて廃車となった。 なお、最終配置検査は、最大次検査であり、最後期には908階が在籍していた。注釈支点 ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ a a a v a c 三高校三近鉄電車 P81 ABCDEFGHIJKLM 飯島、富士井、井上、 復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道 2P172 から 173ABCDEFE 島藤井井井上復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道 2P72ABCDEF 所が久し、山部誠日本の私鉄近鉄に P67 ありがとうございます